おばあちゃんが子供の頃はね、この川はとても綺麗な川で、魚さんもたくさんいたんだよ。夏は友達とよく川遊びをしたものさ。そうなのだ。あの頃が懐かしいね。今ではすっかり汚くなってしまって、とても遊んだりできないけどね。遊べないのだ。でも、どうしてこんなに汚れてしまったのだ？私たちが自分で選んだ道なのさ。何の産業もなかったこの町で、なんとか雇用を生むために、自然を破壊し、大規模な工場誘致を行ったんだよ。そしてその工場から環境基準を無視した有害な汚水を流し続けているんだよ。それは法律違反じゃないのだ？そんなものは政治の力で何とでもなるものさ。この町の男どものほとんどはあの工業団地で働いているしね。お前のお父さんもそうだよ。この町の人間はこの臭くて汚い川と引き換えに、暖かい家に住み、ご飯は食べられているんだよ。とってもありがたいのだ。お前も中学を卒業したら、すぐに工場で働くんだよ。いっぱいお金を稼いで、お父さんやお母さんに、楽をさせておやり。いっぱいお金を稼ぐのだ。でも、川はどうなるのだ？もうすでに、ここまで汚れちまったんだ。これ以上汚したって、大して変わりゃしないさ。水銀でも、カドミウムでも、どんどん流しゃいいんだよ。そうなのだ。次の日、学校で。おばあちゃんは、ああ言っていたけど、本当にこのままでいいのだ？僕はテレビで、綺麗な川で遊ぶ子供たちを、見たことがあるのだ。とっても羨ましかったのだ。それに、川は海にもつながっているし、土壌ともつながっているのだ。海で獲れる魚や、周辺で獲れる農産品にも、影響がある気がするのだ。それは、僕たちの体に入るものだし、母親の体内や、母乳から赤ちゃんへの影響もあるかもしれないのだ。はい、皆さん、おはようございます。今日の授業を始めますね。先生に続いて復唱してください。お父さんありがとう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 。お父さんに仕事があって嬉しいな。お父さんに仕事があって嬉しいな。お父さん本当に毎日ありがとう。お父さん本当に毎日ありがとう。はい、皆さん、僕言えました。今日の授業はこれでおしまいです。また明日会いましょう。さようなら。さようなら。はあ、よく考えると、学校の授業も変なのだ。いつもみんなで、ありがとう、ありがとう、と言っているだけなのだ。僕はもっと、勉強がしたいのに。図書室へ行ってみるのだ。ないのだ。環境問題に関する本が一冊もないのだ。どうしてなのだ？この学校は、いや、この町は何かがおかしいのだ。何かとてつもない深い闇を感じるのだ。そうだ、隣の町の図書館まで行ってみるのだ。僕は真実が知りたいのだ。ずんだもんちゃん、何してるの？あ、先生、なんでもないのだ。そう？実はね、ずんだもんちゃんに頼みたいことがあってね。ちょっと、用具室まで来てほしいのよ。でも、先生、僕、これから行きたいところがあって。大丈夫、すぐ終わるから。ねえ、ほら、行くわよ。わ、先生、引っ張らないでほしいのだ。嫌なのだ、怖いのだ、行きたくないのだ。やめて、先生、話してほしいのだ。いいから黙ってこい。騒ぐな。これを見ろ。これは？何なのだ、この人たちは。何かの病気なのだ。これは、
公害病で苦しむ人たちの写真だよ。公害病なのだ。この白目を向いて手足がひん曲がっているのは私の妹だ。それ以外も全部この町の人たちだよ。いいかい、ずんだもんちゃん。先生は真実を知っている。いや、先生だけじゃない。この町の大人たちは大抵みんな知っているんだ。でも誰もどうしようもない。だからずんだもんちゃんも諦めるんだ。何も考えないようにするんだ。それがこの町で大人になるということだよ。いいね先生。先生はそれでいいのだ。納得してるのだ。あ、納得してるよ。そりゃ苦しくなることも悔しくなることもあるけどな。涙が出て止まらなくなったり、自殺したくてたまらなくなることもあるけどよ。そんな時は酒を飲んで風俗に行って必死で我慢するんだよ。大人はみんなそうしてるんだ。何気なく笑ってる。その辺のおさんもおばはんもみんなさ、みんな我慢してるのさ。先生、僕は、わかったのだ。先生、僕にもお酒と風俗を教えてほしいのだ。僕も一緒に我慢するのだ。何も考えないように、何も見ないように。自分を偽って、正義感をなくして、醜く生きていくのだ。あ、いい子だ、いい子だ。抱きしめてやるよ。ジュー。先生。とびきり安くて、すぐに酔えるやつを教えてやるからな。先生が、先生の先生から教えてもらったやつさ。先生、ありがとう、なのだ。